消防署の皆さん、火災発生時の消防団への応援連絡はどうされていますか？分団ごとに電話連絡という方が多いのではないでしょうか。多くの分団に電話をかけるのは大変。これからは携帯にメールで連絡してみましょう。とはいえ、すべての分団にメールを一つ一つ送るとなると時間はかかるし、その間にも火災はどんどん進行してしまいます。しかも誤報や鎮火の際にはその都度またメールで連絡、もうヘトヘトですね。そこでご紹介するのがこのスピーキャン来電。スピーキャン来電を使えば簡単に短時間で多くの分団に連絡できるんですよ。もちろんメール配信に加えて電話も自動発信できます。こちらをご覧ください。まずインターネットにつながったパソコンでスピーキャン来電にログインします。するとこんな画面が出てきますので、火災の種類を選び場所に関する情報を入力します。続いて応援連絡ボタンをクリックしましょう。あらかじめ登録しておいた分団の名前が出てきますので、優先連絡する分団を選びます。自動的に生成された連絡用の文章を編集してください。これが優れもの。なんとこの文面はメールに使用するだけじゃありません。システムが音声を合成してそのまま電話で読み上げてくれるんです。これはすごい。だから担当者の方は一切電話する必要がありません。音声を確認したら送信ボタンをクリック。たったこれだけでメールも電話もシステムが一斉送信してくれますから、どの分団にもすぐに連絡できるんです。送信後に誤報や鎮火が判明しても慌てることはありません。さっきと同じように誤報または鎮火をクリックして連絡すれば OK。 このスピーキャン来電、番地や分団は管理画面で自由に登録編集ができる大変融通が効くシステムです。おまけにインターネット経由で利用するようになっていますので、署内にサーバーを置くコストもメンテナンスも必要ありません。月額利用料もリーズナブル、つまり安い、そして手間いらず。何より消防関係の方々と密にコンタクトを取りながら開発されたシステムだけあって、かゆいところに手の届く作りになっているのです。消防署の皆さん、分団への連絡業務はわずかな導入コストで煩雑さを大幅に軽減するこのスピーキャン来電をぜひお使いください。スピーキャン来電のお問い合わせは 072-724-0933 まで。